ニューストピックスです幅広い業界でデジタル化が急速に進む中石川県情報システム工業会と金沢市は10月10日中高生を対象とした課外活動金沢 IT 部活をスタートします IT 技術に優れた人材を育成するのが狙いで河北市の PFU で働くベテラン技術者が ロボットや AI といった最先端テクノロジーについて指南します。今回はこの話題について経済部の広田さんにお聞きします。広田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさて IT 部活ということですがどんな活動をしていくんでしょうか。うん、はい。 プログラミングやクラウドサービスといった IT 技術にとどまらずビジネスや金融プレゼンテーションのカリキュラムを用意し社会で必要な能力を伸ばすことを目指します。 うん、幅広く学んでいくということですが講師は PFU の現役社員ということはまさに IT のプロから直接学ぶことができるんですね。ね、はい、PFU で製品開発に長年携わっている社員2人が部活の顧問となりホームページやスマホアプリの作成など生徒が取り組みたいことを後押しします金沢大大学学学や北陸大学の学生もメンターとしてアドバイスします。 うんあのいろんなことを学べる貴重な時間になりそうですえでは活動場所や参加対象について教えてくださいはい、えー、活動拠点は旧金沢市の町小学校の校舎に新しく整備された金沢未来の町創造館です対象は金沢市内在住または金沢市の学校に通う中学生と高校生となります。 火曜木曜の午後6時からと第2第4、第4日曜の午後1時半から活動します、はい、部活にすることで、生徒たちのモチベーションも上がりそうですよねはい将来的には大学の教授や金融機関の担当者、他の IT 企業の社員らを講師に招いて学習内容を充実させる計画です、うん、学びがますます深まっていきそうです。 えでは、この IT 部活を始めるきっかけが何だったのか、最後に教えてください。はい。昨年の12月、金沢市の新産業創出アドバイザーに移植された石川県情報システム工業会の宮内康則副会長が IT 部活の構想を提言したのが始まりです。初年度は部員15人程度を予定していますが、来年度以降は人数を増やす計画で今後の広がりが楽しみですね。そうですね。 この時間は中高生を対象とした金沢 IT 部活について経済部の広田さんに聞きましたニュースストピックスでした。